それだけこう判断なく商品を見続けるにはですね、はい、どのようなマインドとかどのような発想とか日頃日常的に高木社長を含めて高木の社員さんはどういうところを心がけていらっしゃるんでしょうか。そうですね、やはりこの営業がお客さんがこういう商品を求めておるというような情報を集めてくるということから、まあ、スタートするわけですけども、まあ、やっぱり発明でもしようかという人は自分でもやっぱり現場に足を運んでお客さんが何を求めておるかというのを見てこなきゃいけないわけですね。ですから展示会なんかにアテンドしておりますとお客さんがこう見てこれはこうあるといいねとかですね、例えば今もう本当にベストセラーになっております蛇口一体型浄水器なんかも、うちの蛇口を見たお客さんがこれがねもう浄水器がついてたら本当にいいのにねという会話を聞きましてね、で自分もそういうものを作ろうと思って作ろうかどうしようかと思っている時にそういう声を聞きますとね、それが天の声になるんですね。でもその場から開発に電話して行くぞ、行けと、まあそんな話になります。なるほど、蛇口と一体型になった浄水器があればなというお客さんの何気ない一言が天の声に。そうなんです。全国の新築マンションの6割に導入されているという家庭用の浄水器、その一体型の浄水器というものを見せていただきます。あ、そこに見えました。はい、ここからここまで全てが高木さんの製造ですか。そうです、これ全部がそうです、はい、全部一体が、はい、はい、どこに浄水器が入ってるんですか。ここに入ってるわけです。なるほど、なるほど、はい、ここで水がきれいになるわけですね、ろ過されて。そうです、はい、はい、このでこの周りから水が吸い込んで、はい、そしてこの穴から浄水が出てくると。から吸い込まれていくんですね、はい、これ出てきた水が吸い込まれて中のフィルターを通ってきれいになって真ん中で出てくると。でこの表面にゴミが残りますので、はいはい、お皿とか洗う原水を使うときに、はい、こう全部洗い流してしまうと、はい、そういう構造になってるんです。これが今全国の新築マンションの6割のシェアを持つ。そうなんです、蛇口と浄水器が一体になった、はい、蛇口。そうなんですね。こういうふうにこう曲がったカートリッジを作る、はい、これも特許なんです。特許、はい、普通こういうものはまっすぐなものと思うでしょう、はい、曲がったものとかまず作れないと思うんですけど、はい、それをなんとか作っちゃったんです。これですね、これが曲がってるんですね。曲がってますね、はい、はい、これ曲がったカートリッジ、この曲がってるということが特許なんですか。そうです、これがやっぱりよそにないものなんですね。ないんですね、はい、ですからおそらくこれの関係だと20ぐらい特許があるんです、はい、だからそれが全部お互いに協力し合って製品をガードしてるんです。ガードしてる、はい、真似されない。そうです、だからメイン特許と周辺特許があるんです。で周辺特許が多いほどですね、はい、この外堀が働くわけです。ガードが効いてるわけですね。そうです。そういう意味でやっぱりそのエンドユーザーさんの声に耳を傾けるというのがベースだったりするんですね。そうですね、だからある程度こちらも下準備はしてあるわけです、はい、でやろうかなやるまいかなという時にそういう声が入るといけっとこうなるわけですね。何人ぐらいの体制でそういうヒアリングといいますか営業活動の中で現場の声を拾ってこようとか、あるいはそれを社内で共有しようというふうなのは体制的にはどんな体制でしてらっしゃるんでしょうか。まあこれ人数に関係ないですね、やっぱりセンスがあるかどうかです、その一人一人の社員がですね。だからうちは社員一人一人大事にするというのはですね、そういうセンスがいかに大事かということですよね。そのセンスっていうのはどうやって磨くんでしょうか。これはやはりもう好奇心の問題ですからね、持って生まれたものだろうと思います。例えば走るのが速い人もおればそうでない人もおるようにですね、アイデアのある人もおりますし、ない人もいますよね、はい、営業的な部分というのはどのように開拓していかれたんですか。やはりそのディベロッパーさんでその設計の段階からですね、はい、まあ、ご説明させていただいて採用いただくということからスタートするわけですね、はい、まあ、半年ぐらい出入りしてやっと
その話がついて設計に採用していただくとかいうことですけども、またこれ設計で何ヶ月もかかって、マンションができるのに1年ちょっとかかって、で販売にまた3ヶ月かかって、入居に2ヶ月かかってということになりますと、やっぱり2年ちょっと、2年半ぐらいやっぱり営業活動をしてからお金になるまでかかるわけですね。ですから本当にもう当時一時部門赤字が25億貯まったことがあります。一部門で25億赤字。25億の赤字。はい。それだけいわゆるお金が入ってくるまでのサイトが長いということなんですね。そうなんです。でもそれがあって今新築マンションの全国シェア6割。そうなんです。その同じ業界でもライバル社がいる中で、はい、高木さんがそれだけ強い理由っていうのは技術、商品力ですか？そうですね、専業メーカーであるということですね。はい。だから極端に言うと衣類を何でも作ってますというところがネクタイやっておるのと、うちはネクタイだけですという、ね、メーカーとでは、それは専業メーカーの方が強いはずですよね。社員教育も徹底しますし、アフターサービスも徹底できますし、